小林誠也と安田雅史の初めの2分。皆さんこんばんは、小林誠也です。今回も僕らの番組を聞いていただきましてありがとうございます。安田雅史です。いや、今年の夏は本当に連日暑い日が続いておりますが、はい、そうです。皆さん体調大丈夫でしょうか。もう本当にあの日差し対策とかいろいろとやってるんですけども、まあね、あの僕結構あの室内とかあのよくクーラーとかガンガン効いてるじゃないですか、はい、あの寒暖差が結構体に良くないっていうことで、はい、こうよくあの僕のお家では窓で温度調節してるんですよね。窓開けるか閉めるかとか、はい、そういったあの なるべくこう冷房を使わずに体にダメージを与えないようにという工夫をしたりとかしてます、はいはい、安田さんはこうなんかその夏バテ対策みたいな、はい、あ、僕はですね、はい、まあ、高校野球をやっていたので、あ、はいはい、まあ、夏は僕なりには強い方なのかなっていう完全な慣れてるというか、はい、自負ですけどですけど、まあ、それでもやっぱり汗はいっぱいかくんで、はい、まあ、こまめな水分補給だったり、あ、まあ、今だったらその塩分を手軽に摂取できる補給できる、はい、そういうタブレット状のお菓子だったり、 あと塩飴とか、はい、そういうのを舐めるようにして、まあ夏バテっていうかそういう熱中症なりそういう対策を、はい、体調を崩さないような努力を僕はしていますね。あ、なるほど。やっぱりそういういろいろと、そうですもんね、はい、最近だとありますもんね、そういったものが、はい、よくコンビニとかでも買えますもんね。そうですね、はい、手軽にお買い求めできるんで、はい、皆さんもちゃんと夏の対策していらっしゃいますでしょうか、はい、はい、ということでね、今回、それでは改めまして、はい、ね、この番組はじめの2分のパーソナリティを務めさせていただきます、私小林誠也の自己紹介をさせていただきますと、1996年熊本県生まれで現在俳優として勉強中です、はい、現在は22世紀寓話という映画にアクセサリーデザイナーの役で出演させていただいたり、その他いろんな番組 CM などのエキストラに参加のほか、上演作品の DVD ジャケットデザインを担当させていただいたりと、役者以外にもいろいろとパフォーマーとしてチャレンジさせていただいております。将来はできれば幅広くいろんな分野でマルチに活動したいと頑張っております。私、安田雅史も1996年生まれで栃木県出身です。高校までは先ほども言いましたが野球一筋で頑張ってまいりましたが、まあ、現在は小林さんと同じようにエキストラやたまにお役をいただいて短編映画などにも出演させていただいております。まあ、最近は小林さんと同じ作品22世紀寓話に主演の方の同僚役として結構大事な役どころとして出演させていただいております。はい、将来は俳優として皆さんの記憶に残るシーンに一作品でも多く出演していきたいと思っております。今回もどうかリスナーの皆様の温かい、そして広いお心で僕らの番組をお聞きいただきますようよろしくお願いいたします。僕たち2人でより多くの方に聞いていただけるよう頑張ってまいります。それでは最初のコーナーはマー君ジャスト50の一人旅のコーナー。このコーナーはプチ一人旅が好きな僕安田雅史が毎月山手線の田端駅からスタートして指定する目的駅に向かって必ず往復ジャスト50駅で田端に帰ってくる、そのような生き方をご紹介させていただくというコーナーです。はい、ちなみにちょうど50駅にするために行きと帰りのルートは変えることもありますことご容赦ください。さて今回は夏ということもあって、はい、ちょっと足を伸ばしまして、お、東北宮城県の仙台駅に向かいました。おお、はい、まあ、この仙台駅は皆様もよくご存知、東北地方最大の都市仙台市の代表駅で、開業は1887年、はい、明治20年で東北新幹線、はい、秋田新幹線や、北海道新幹線直通を含む全列車が、停車いたします。お、なるほど。まあ、ちなみに仙台都市圏と首都圏との間の高速アクセス手段は、はい、東北新幹線が大宮駅、上野駅を延伸開業した1985年、昭和60年に、航空路線の仙台空港、はい、羽田空港便が廃止されてからは、はい、この新幹線が独占的になっており、はい、仙台駅の新幹線利用客は1日平均4万人以上となっているようです。はい、また在来線は仙台周辺の宮城県内の各都市や、はい、仙台空港、山形市、
福岡市、福島市ですね、福島市、福岡は、申し訳ない、はい、福島市、はい、相馬市、一ノ関市など結ぶ JR 各線が発着しています、はい、市内各所を結ぶ地下鉄も乗り入れ、まあ、東北地方最大のターミナル駅となっているんです。ただ昔の仙台までの道のりはとても困難を極めていたらしく、はい、まあ、江戸、まあ、今の東京ですね、はい、から仙台の所要時間は片道約半月もかかったそうです。半月、はい、まあ、現在は早い新幹線では、まあ、1時間半程度で着くようです。へ、はい、そしてですね、この2017年度の1日平均乗車人員は 89,505人、はい、まあ、新幹線に限定いたしますと1日平均 27,339人で、はい、すごい、はい、東京駅、大宮駅に次いで3番目に多いそうです。はあ、はい、さてそんな仙台駅ですが、はい、今回僕が使ったルートの説明に移りたいと思います。はい、お願いします。はい、まず行きはですね、はい、京浜東北線からを乗りまして、はい、田端駅から上野駅まで行きます。はい、ここで5駅ですね。はい、そこから東北新幹線に乗りまして、新幹線、はい、はい、上野駅から仙台駅まで目的の、ここであもう一直線に、はい、行ってしまいます。はい、でここで7駅で行きは合計12駅です。あ、すごい、7駅でもう行けちゃうんですね。そうですね。そして帰りはちょっと工夫いたしまして、はい、帰りはですね、仙台駅から新幹線ですね、東北、はい、東北新幹線に乗って、あ、また新幹線で、はい、今度は宇都宮駅へ降ります、はいはい、ここで5駅ですね。はい、そこから宇都宮線に乗り換えまして、宇都宮駅から大宮駅まで向かいました。はい、ここで17駅です。17、はい、はい、そして大宮駅から埼京線に乗り換えまして、大宮駅から赤羽駅まで行きます。はい、ここで11駅です。はい、そして赤羽駅からまた宇都宮線に乗り換えまして、もう一度、はい、はい、もう一度乗り換えまして、赤羽駅から上野駅まで向かいます。ここで2駅ですね。はい、で上野駅から常磐線に乗り換えまして、はい、西日暮里駅、はい、ここで1駅です。はい、そして山手線に乗り換えまして、西日暮里駅から田端駅で2駅と。なるほど、すごい工夫されました、はいはい、合計38駅という。38駅、はい、あ、じゃあもうちょうど、ちょうど、あ、で駅と帰り合わせてミッションのジャスト50となるということで、はい、はい、ちょっとちゃんと達成して、そうですねそうですね、大変ですね、ちょっと今回は工夫しました、まあ、今回訪れた時は、まあ、天気もよく、すごく気持ちが良かったんです。はい、まあ、駅前は東北最大の駅と言われるだけあって、はい、まあ、とても栄えており、まあ、その雰囲気に圧倒されてしまいました。はい、駅前だけでもいろいろと商業施設がたくさんあり、はい、まあ、駅からそれほど離れなくてもいろいろ楽しむことができました。へー、またですね、ちょうど今日から仙台では日本三大七夕祭りの一つ、はい、仙台七夕祭りが今週水曜日まで開催されているので、はい、ぜひ皆さん行ってみられてはいかがでしょうか。はい、以上、今月のマー君ジャスト50の一人旅のコーナーでした。改めまして、現在放送中の初めの2分、担当は小林誠也と安田正志の新人俳優がお送りしております。さて、なんと今回もスペシャルゲストの方をお迎えいたしました。はい、女優であるとともにアイドルグループバロンラビッツさん、ラビッツのメンバー松本ひろかさんです。はい、はい、はい、どう入ったらいいかわからない、はい、すいません、お願いいたします。松本ひろかです。はい、はい、実は松本ひろかさんは、まあ、先月7月21日にお披露目ライブが開催され、はい、まあ、これから、まあ、女優として、またアイドルとしてもどんどん売り出していこうと頑張っておられています。はい、そんな松本ひろかさんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきますね。お願いします。はい、松本ひろかさんは大阪府のご出身で、現在先ほどご紹介させていただきましたアイドルユニットバロンラビッツのメンバーでいらっしゃるとともに、女優さんやタレントさんとしても数多くのドラマやバラエティ映画などにご出演されていらっしゃいます。今回は新曲のリリース直後にもかかわらず、本当お忙しいところ、僕たちの番組にゲストとしてお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。こちらこそありがとうございます、はい、本当収録本当ね結構大変ですもんね。さっき向こうで聞いてて、はい、
全員同い年でしたと思って。あ、そうなんですか。96年生まれなんで。そうそう、4月です、ね。そう、4月。そうですよね。そうです。はい、そうですね。じゃあ頑張っていきましょう。頑張りましょう。お願いします。はい、質問、はいはい、させていただければと思います。はい、じゃあまず小林さんが先ほど紹介してくれましたが、はい、まあ、バロンラビッツについて、まあ、質問していきたいんですが、まあ、どういったアイドルユニットなんでしょうか。はい、一応、はい、知的スポーツと言われてるポーカーを広めるために結成されたユニットになります。はい、ポーカー、はい、あのトランプでやるポーカー。そうです、そうです。あ、そのこのアイドルユニット の、はい、そのバロンラビッツさんは、うん、そのポーカーを広めるためにその結成されたという、うん、そのことなんですけど、もともとそのポーカーのルールとかっていうのはご存知だったりっていう感じですか。カジノとかで使われるその私たちが広めようとしてるポーカーっていうのは、はい、テキサスホールデムっていうポーカーなんですよ。はい、ポーカーやったことありますか。ポーカー自体はやったことあるんですけど、はいはい、そんなにこうテキサスなんちゃらっていうのはポーカーにそんな何種類かあって、あ、そうなんですね。だからよく私が知ってたのはもともとインディアンポーカーって言って、頭に1枚テキサスかけて、自分のカードが見えないまま掛け事をするみたいな、ありますね、はしてたんですけど、はい、あとよく知られてるのは手札が5枚、はいはい、そうですね、はい、そうですよね。手札が、はい、自分の手札が5枚あって、はい、それでを交換して競うみたいな、あ、はい、があるんですけど、私たちが広めるテキサスホールデムっていうのは、はい、場に5枚、はい、共通で使えるトランプが5枚出てて、手持ちが2枚しかないんですよ。はいはい、だから、場に出てる5枚と自分の2枚の合計7枚からいい役を作って勝負するみたいな。あ、なるほど。その場に置かれてる5枚も自分のもので、はいはい、かつ相手のものもある。相手のもの、へえ、そのルールを初めて知りました。知りましたね。それを広めようと思って今頑張ってるところです。なるほど、はい、なるほど。まあ、今普段はリーダー的なことをなされてる、はい、こともあるんですか。そうですね、今勉強中なんですけ ど、 ど、はい、将来的にディーラーとしてトランプ投げてその、はい、いいですね、ポーカーを回せるようになれたらなという風に、あ、ね、勉強中という形なんですね。かっこいいですね、そうやって松本さんがリーダーやってるのはすごいね。全然トランプ切れなくて、トランプ切るカメラなんですね。そこからすごいですね。難しい、すごいな。その聞くところによりますと、はい、そのアイドルポーカーイベントというものも、はい、その開催予定ということなんですが、そうですね、これはどういったイベントになる予定なんですか。まだ一応予定にはなるんですけど、はい、他のアイドルさんとかも呼んで、はい、アイドル同士で勝負するみたいな。あ、ポーカー、アイドル対抗戦みたいな形なんですか。になるのかなって感じですね。なるほど、ほど。その予定で。そうですね。そういうということで、はい、話を楽曲の方に、はい、行きたいんですが、あ、はい、まあ、松本さんがご登場される前にかけさせていただいた楽曲、はい、ストレートで揃う恋なんていらない、はい、についてお伺いしたいんですが、はい、まあ、こちらはどういった楽曲なんでしょうか。そうですね、これもポーカーをイメージしてというか、聞いてもらったら多分あの歌詞が結構、はい、あのポーカーにちなんだ歌詞が結構使われてるので、あ、はい、役とかですか、そういう、そうですね、でもショーダウンとか、あ、最後に自分たちの手札を見せ合って、はい、誰が強かったかみたいなのをショーダウンって言うんですけど、はい、そういうのとか、あ、そういう用語だったりとか、ポーカーフェイスだったりとか、あ、なるほど、なるほど。もうあれですもんね、曲のタイトルにもこうストレートでストレートで、強いやんみたいな、うん、ちょっと強気な女の子の曲にはなってますね。ああ、なるほど、なるほど、だからストレートということで、なるほど。このこちらの楽曲についてそのレコーディングなどで一番苦労されたエピソードなどってお伺いしてもいいですか。レコーディングですか。聞きたいですね。レコーディング自体がでも初めてだったので、はい、3日間に分けて3曲やったんですけど、はい、もうなんだろう、こうやってしゃべってるというか、自分がパッて歌った曲がそのまますぐ聞こえてくるんで、はい、なんか、うわ、こんな歌えてないんだみたいな自分こんな感じなんだと思って、その例えば、はい、演技もそうですけど、気持ち入れるのが、はい、歌に気持ちを乗せるのがっていうのがすごい難しくて、あ、なるほど、なんか結構頑張って歌ったとしてもそんなに、はい、感情が伝わってこないみたいな、あ、曲聴いてたら切なそうみたいなとかあるじゃないですか。あ、はいはい、そういうのが自分はできてないんだなっていうのがすごい、あ、
もうそうやってその場でその自分の声を聞こえて聞こえるんで、その場でこう、なんていうんですか、答え合わせというか。あすごいですね、それは。それはすごい新感覚ですね。こんなのに耐えてるんだと思って。あそのレコーディングが初めてっていうことなんですけども、はいはい、その初めての現場で、うん、そのなんていうんですか、新しい発見というか、そのそうです、ね、なんかこう僕たちもそのレコーディングっていうのをしたことがないので、はい、はい、なんかちょっとこう話をお伺いできればと思うんですけど、はい、なんだろう、アイドルってこうだったんだみたいな、その歌手レコーディングってこうだったんだみたいな、うん、なんか意外なものでも一面というか、あなんか何回も撮るんで、例えば、はい、なんていうんですか、一曲丸々歌って、はい、とかじゃなくて、もう本当に細かく細かく撮っていて、ああもうワンコーラスとか撮影と同じようにカットみたいな形めっちゃ多くて、ここがクリアしたら次ここでみたいな感じで歌って、一曲バーって通しで入れるのではないんですね。あそうなんですね。細かくだからいいテイクが出るまで歌い続けるね。本当にでも撮影現場と同じ感じですね。なるほど、そうなんですね。そこは女優となんか似てる部分でもあったんですね。へなるほど、なるほどです。ではここで松本ひろかさんからファンの方へのメッセージをお願いしたいんですが、はい、よろしいでしょうか。はい、はいはい、ファンの方へ、はい、私自身がこうアイドルをメインで活動してなかったので、はい、女優さんとしてその、はい、テレビで出ることが多かったにもかかわらず、はい、そうやってライブとかに会いに来てくださったりとかしてくださるのは本当にありがたいことだなと思うし、そのポーカーとかで直接お会いできるのが、ね、直接ですもんね、はい、機会がそれで作られたので、もしよかったら少しでも会いに来てくださるとそうですね、励みになりますもんね、はい、励みになりますっていう感じです。はい、そういうことで、だからその今後のね活動、はい、そういったね活動について、はい、詳しい告知などお願いできたらと思います。はい、バロンラビッツのアイドルについては月1程度でライブが開催されるのかなという、はい、今もまだ見通しなんですけれども、はい、予定なんですけど、はい、あとポーカーのイベントも、はい、開催できたらなって思ってるので、はい、もしよかったらお二人も、あ、わかりました。ぜひぜひその、はい、その新しいポーカーやったことないんで、はいはい、ぜひとも結構ハマると思うんで、本当ですか、はい、ぜひともやってみたいと思います。はい。そちら、はい。ありがとうございます。そういった情報はどちらでご確認できる？と、そうですね。バロンラビッツ自体のホームページもございますし、はい、個人のツイッターもあるので、はい、そちらで確認していただけると。なるほどです。はい。した。ありがとうございます。ありがとうございます。では今回のゲストは松本ひろかさんでした。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。皆さんもうエンディングの時間になってまいりました。まあ、今回の放送皆さんいかがだったでしょうか。はい、そしてですね、まあ、今回前のコーナーからも、はい、引き続きね、引き続きエンディングの方にも松本さんに、いやいやいや、とんでもないです、ありがたいことです。はい、いらしております。はい、さんに、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。まで、はい、お邪魔します。はい、これからもどんどん皆様の応援とともにどんどんお便りもね、はい、いただければということで、ちょっとこちらご紹介させていきます。はい、ファックス番号0473033974、0473033974、メールアドレスが fmu@fmu.co.jp、 fmu@fmu.co.jp まで、初めの2分までお願いします。お待ちしております。ということでね、はい、はい、どうだったですか、将棋好きなんですか。将棋、あ、僕は結構小さい頃から父親とよく一緒に将棋やってたんですよ。はい、はい、それで二歩、それで二歩、元はこうなんていうんですか、二人合わせてこうどん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 、あ、上がって、はい、一歩ずつでも反則しつつ、ちょっと禁じてギリギリでみたいな形のこう慣れてないんで、そのラジオでも慣れてないし、そういういろいろと勉強していく上で、はい、禁じてギリギリでNG ギリギリじゃないかっていう、そういう感じの形で二歩っていうことで、はい、反則なんで、そこ3分にしますね。3分、3分というと、いや、私来ようかなみたいな。ああ、なるほど。次回の放送も、次回です。あ、ぜひぜひぜひお越しいただければ。同い年っていうのもあるんですけど、はい、自分自身がアイドルだけじゃなくて女優さんとしても
やってるんで、そこももうちょっと話したいです。そこの質問もそうですよね。この3時間が喋り足りなかったということで、嬉しい、ぜひ、いや、むしろ、むしろ来てほしいですね。はい、ぜひぜひ、ぜひとも。はい。次回、その女優のことにもということで、どういった質問を、なんだろう、プライベート。どういった質問っていうのはね、何がいいんですかね。でも自分たちが質問されて困らない程度の質問。なるほど、そのギリギリをこう。ああ、わかりました、頑張ります。松本さんが楽しくいただけると思ってます。はい、頑張って質問はね、こうね、また次回の放送もできるように、はい、僕たちも頑張っていきたいと思います。はい、いろいろ質問していこうかなって思いますけれども、はい、結構アニメ好きというのも伺ってるんですよ、リサーチによると。そうですね、アニメ好きです。アニメ好きなんですか。僕たちもこう結構アニメとか、うん、まあゲームだったりいろいろそういうのも、はい、好きなので、なんかそういった話もちょこちょこっとできればしたいです、したいです、はい、ぜひ。実際ちょっと聞いてもよろしいですか。どういったアニメを見たりとか、最近ハマってるアニメ何？最近なんかジャンルだけでもこう伺いで、ジャンルでも結構バラバラなんですけど。あ、そうなんですか。はい。私は最近買ったのはジョジョ全巻とハンターハンター全巻。すごい。すごい。全巻もうまとめて。まとめて。ジョジョはあれですか。まだ読んでないんですよ。だから買ったばっかで、届いたばっかで。でもあれジョジョって、あ、僕ジョジョ好きなんで、はい、僕ちょこちょこ買ってるんですけど、はいはいはい、あのすごくないですかあれ、量がりました。本棚の半分ぐらい埋まりました。そうなんです。そうですよね、ジョジョのために本棚買いました。そうなりますよね、そうなりますね。そんな感じがしてきました。本棚埋めるためにジョジョ買った。あ、なるほど。いやもうジョジョだけですごいもうここまで盛り上がってしまった。でも次回そうなんか僕的にプチ嬉しいみたいな。今日の収録ですごいそれが分かってる。はい、次回もそういう話ができればいい、はい、そういった話ができればと思います。はい、はいはい、ではそれでは初めの2分、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。この番組のパーソナリティは、はい、小林誠也と安田まさしとゲストの松本ひろかでした。はい、皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。